はい、こんにちは、小太郎です。あーやばい、もう本気モードバルジェイ、元気です。はい、ということで、じゃあもうやっていきます。はい、お願いします。じゃあ、シーフォーよろしくお願いします。アダチが勝つかなあるかも、ワンチャン。そういう時ない、たまに。いや、あるよ。お願いします。お願いします。いやー、お願いします。オフェンスマシン、うわやべえわ。なんか夜の新横でワンワンめっちゃかっこよく綺麗、映えるわ。すいません、エアとかしてるお願いします。やばいじゃん、お前今日。ちょっとあれっすね。あ、ごめんなさい、すいません。シュートだ。わお。オーケー。走って今早いんだよ。いや、今早かったよ。いや、俺も危なかったもん今。トントントンでいくじゃん。上がってる上がってる上がってる、上がっちゃってる上がってる。何見せてくれんの。やっと落ち着いてきた戻ってきた戻ってきた。ごめん、今どっか行っちゃった。ちょっとハイになってたね。うん、落ち着いて。おお。スリー狙ってる、めっちゃ狙ってるよ。俺ちゃんと取れてるかな。うわー、ちょっと待って。おお。話すね。いやー、すごいね彼。おお。やっちゃった。言っちゃいけないとこ言ってるって。今なんなん？わかんないスリーなんか厳しいよ。いや、夢欲しい。もう一回やっていい？お、触った。うわ、えい。来れ来れ。うお、来た、夢与える。ええー、
ということで、ね、もうじゃあちょっと割と取れたかも取れたんでちょっと終わらせます。太郎が勝利ということでそうなってくるよね、やっぱおのずと俺も分かってたな、最初から手抜いてるなって俺も分かってた上でやっぱ乗ってあげた。その中でやっぱこうまあ面白い展開にしてくれた小太郎くんこれ素晴らしい YouTuber になってきたね。最初の方はね、入ってきた時のちょっと不安だった。喋れてないし全然面白くないんじゃないです。でも最近やっぱこうプレイでこう視聴者をね楽しませてる彼を見てて、すごい先輩としてね、はい、カットー。